マイタウン市川、今回は歩いて楽しい市散歩をお届けします。行徳橋へやってきました。江戸川に沿って行徳から矢切の渡しまでのルートを比嘉さんが散策します。どうぞお楽しみに。この行徳橋は可動石になる。市内の出来事をお伝えするウィークリーヘッドラインです。6月22日第15回市川市高齢者グラウンドゴルフ大会が開かれました。国府台陸上競技場と野球場を使って行われたこの高齢者グラウンドゴルフ大会には、今年も147人の参加者が集まり32ホールを回りました。グラウンドゴルフはゴルフをアレンジしたスポーツで、クラブでボールを打ちボールポストを目指します。ゴルフと違い、ホールインワンになると合計打数から3打マイナスするという得点が設けられています。これにより大会後半に順位が入れ替わる逆転劇なども起こり、そこが参加者を引きつける魅力の一つになっています。参加者は毎ホール果敢にホールインワンを目指し、入りそうで入らないボールに悔しがったり、ホールインワンになりそうになると一喜一憂したりと、楽しそうにゲームに取り組んでいました。関東大会や全国大会なども行われている人気のスポーツ、グラウンドゴルフ。参加者たちは一緒にラウンドを回るメンバーと楽しく交流しながら、真夏日の中で気持ちのいい汗を流していました。6月25日、勤労福祉センターでパパママ救急法スクールが行われました。この救急法スクールは市川市と市川市赤十字法師団が共催し、日本赤十字社千葉県支部の協力で毎年開かれているもので、子どもが病気や怪我をした場合に備えて応急手当や看病の仕方、事故の予防方法などを学びます。まず喉に詰まった異物を取り除く方法が紹介されました。何でも口に持っていく小さい子どもは喉に異物を詰まらせ窒息する危険も高いため、こうした処置は心肺蘇生法と並んで乳児・小児の救急講習では重要なポイントとなります。続いて子どもに対する人工呼吸と心肺蘇生法、そして AED 自動体外式除細動器の使い方のレクチャーです。乳児の場合、意識の確認は足の裏を叩く、心肺蘇生は指2本で行う。また子どもの場合、AED のパッドを貼る場合は胸と背中というように、大人に対する処置とは異なる部分がたくさんあります。そうですね、話には聞いてた AED なんですけれども、やっぱり自分で使ってみると難しいということがよく分かりました。でも一回体験させていただいたので、なんとなく気持ち的には安心しているところがあります。参加した皆さんは講師に質問をしながら真剣に取り組んでいました。歩いて楽しい散歩、歩くの大好きな比嘉夏希です。さあ、私は東西線行徳駅にやってきました。今回はこちらの市川ウォーキングマップを頼りに江戸川沿いをお散歩します。今日は松戸市の矢切の渡しまで行っちゃいますよ。ちょっと遠いですが頑張ります。そしてもう一つの散歩のお楽しみ、カメラも準備 OK です。というわけで、まずは行徳駅から最初の目的地、常夜灯公園目指して行ってみましょう。歩いて楽しい市散歩、今回は市川ウォーキングマップを持って江戸川散策コースを歩きます。さて、比嘉さんはどんな楽しい発見と出会えるのでしょうか。市川ウォーキングマップは市民の皆さんの健康な体力づくりを目的に、市内の歴史や文化、自然に触れられる様
様々なウォーキングコースが紹介されています。今回ご紹介するのは江戸川周辺の自然を満喫できる江戸川散策コースです。行徳駅を出発した比嘉さんは行徳街道を歩いていました。行徳街道はその昔、成田山の山系や行徳で作られた塩の輸送などに使われた道で、この辺りは宿場町として栄えていました。現在も街道沿いには当時の旧家が所々に残り、歴史に触れることができます。ああ、ありました。あそこに見えるのが常夜灯ですね。はじめに比嘉さんがやってきたのは行徳のシンボル、常夜灯です。常夜灯周辺はスーパー堤防工事に伴い、平成21年に常夜灯公園として整備されました。公園には休憩所や遊具も設置され、市民の新しい憩いの場となっています。常夜灯公園に着きました。これが常夜灯ですね。近くで見るとますます立派に感じます。今に残るこの常夜灯は1812年に建てられたもので、江戸日本橋西下市と蔵屋敷の甲冑が航路の安全を祈願して成田山に奉納したものです。比嘉さん、今回もいい写真撮れそうですか？比嘉さんは常夜灯公園を後にして行徳橋へやってきました。さあ、行徳橋へやってきました。ここもまた風が心地いいですね。この行徳橋は可動堰になっていて、こちら川と反対側には新行徳橋が見えますが、あちら海の方のちょうど境目になっているんですね。昭和32年に完成した行徳可動堰、海水の遡上防止や洪水時の河川氾濫防止を目的に作られ、建設当時は東洋一のローリングダムと呼ばれていました。ということで、行徳橋を越えて江戸川サイクリングロードまでやってきました。ここからこの道をまっすぐ歩いていきたいと思います。車やバイクは通れないので、爽やかな川風を感じながらジョギングやサイクリングを安心して楽しむことができる江戸川サイクリングロード。行徳橋北詰から上流に向かい、およそ13キロが整備されています。あれ？あそこ、なんだろう？なんか木が一本立っていて、ちょっと周りの雰囲気が違いますよね。ちょっと見に行ってみましょうか。比嘉さん、何やら気になる場所を見つけたようですよ。さて、ここは？池と緑があって、ここビオトープになってたんですね。こう風が吹くとサラサラと葉っぱが擦れ合う音が聞こえたり、鳥の声もよく聞こえますね。このビオトープは江戸川の水辺環境を生かし、自然環境学習の場として整備されました。現在30種類以上のさまざまな植物をはじめ、トンボ、カエル、メダカなど数多くの生き物が生息しています。そこに親子のカモを見つけましたよ。比嘉さんがカルガモの親子を発見しました。母ガモに続いて泳ぐ子ガモ、かわいいですね。比嘉さん、かわいいショット撮れたかな？いやー、カモの親子本当に可愛らしかったですね。さて、こちらやってきたのは桜の木がずらっと並んでいるんですが、これは
桜オーナー制度によって植えられた河津桜です。今はこうして緑の葉をつけていますけれども、桜の時期には本当に見応えありそうですよね。市川南地区の江戸川沿いには40本もの桜の木を見ることができます。この桜は平成16年度に市川市の桜オーナー制度で植えられたもので、管理は桜オーナー自身で行っています。おお、ここは広々としたスペースになってるんですね。ベンチがあったり、バスケットボールのリングがあったり、憩いの広場って感じですかね。救援物資の輸送を目的とした緊急用船着き場とバリアフリーの道が整備されている市川南地区のスーパー堤防。トイレやベンチ、ストリートバスケットコートなどがあり、普段は市民の憩いの場として利用できるように整備されています。比嘉さんは市川橋を越えて市川関所跡を目指します。市川関所跡にやってきました。こちらに日が立っていますが、中にも何かあるみたいです。あー、なるほど、市川に関所があった時代のことが書かれていますけれども、やっぱり江戸時代、関所があった時にはこの江戸川を多くの人が行き交ったんでしょうね。江戸時代、小岩と市川を行き交う私があったこの場所には番所が置かれていました。その後、その番所が関所となり、人々の往来を厳しく見張っていたと言われています。あ、ここから里見公園が見えてきましたね。こうやって見るとあそこ緑が多くなっていますもんね。あー、この道はなんか緑のトンネルの中を歩いているようですね。うん、風が吹くと濃い緑の香りが伝わってきます。あー、そしてあそこ斜面に名の景色、本当に綺麗ですね。江戸川から続く緑の斜面林は河野台斜面緑地と呼ばれ、市川市の景観百選にも選ばれています。里見公園に着きました。園内の緑、さえ渡っていて綺麗ですね。春は桜の名所として市民に親しまれている里見公園。ここは室町時代、河野台城があった場所で、里見市と北条氏が2度にわたって戦った河野台合戦の舞台となった古戦場跡です。昭和34年に公園として開設され、園内には市の文化財に指定されている明戸古墳石棺や北原白秋の旧家、支援奏者など歴史を物語るものが多数保存されています。おや、公園に響き渡るこの音色は？いや、急にあの公園の中で素敵な音が聞こえたので。ありがとうございます。これは今のはね、はい、指笛って言いましたね。指でやってたんですか？指笛を奏でていたのは墨田区在住の松谷茂さん。松谷さんは指笛の講師なんだそうです。早速その音色に耳を傾けてみましょう。比嘉さん、素敵な出会いができましたね。里見公園を抜けて柳原排水機場のところへやってきました。皆さんご覧ください。あちら左手には先ほどの里見公園の斜面林、緑が豊かですね。
そして右手にはアイリンクタウンなどの都会的な市川の街並み、それから真ん中を流れる江戸川、この3つが揃ってまさに市川らしい風景が見られる場所ですね。柳原排水機場へとやってきました。こちらには松戸市の指定文化財があるそうなので行ってみましょう。ああ、こちらが松戸市の指定文化財になっている柳原水溝ですね。なんだか趣があって絵になる風景ですよね。江戸川水系の河川、坂川の治水を目的として明治37年に設けられた柳原水溝。4連アーチ構造の美しいレンガ造りで松戸市の指定文化財として保存されています。あちら、矢切の私の看板が見えてきました。そしてこちらを曲がるみたいですね。いよいよです、行ってみましょう。ゴール地点が見えて日賀さんの足取りも軽快になったみたいですよ。着きました。ありましたよ、ついに到着しました、矢切の私。頑張りました。今回はこの市川ウォーキングマップを頼りに江戸川沿いをお散歩してきましたが、素敵な風景はもちろんのこと、いろんな人との出会いもあって本当に感動的でした。距離はだいぶあったんですが、皆さんそれぞれのペースで細切れにしながらお散歩するのもいいかもしれません。ということで今回の1枚ですが、じゃーん、いかがでしょうか。広い空に緑に、市川の街並みに江戸川、本当に市川の風景がぎゅっと詰まった、そして爽やかな一枚にしてみました。皆さんもぜひこのウォーキングマップを手にお散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか。自由な発想で制作したビデオ作品を募集しています。グランプリ部門は15分以内、チャレンジ部門は5分程度に編集してください。旅の思い出やペットとの触れ合いなど皆さんの力作をお待ちしています。募集要項は映像文化センターと各公民館で配布しています。詳しくは映像文化センターまでどうぞ。メディアパーク市川3階の文学プラザで開催している市川の歌人たちの後期展示がスタートしました。北原白秋や吉田喜寿など市川市ゆかりの歌人に関する貴重な資料も展示され、見どころ満載です。ぜひ足を運んでください。東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、市では現在簡易式の測定器を使い、市内の大気中の放射線量を測定しています。測定した数値は市ホームページで公表しているほか、ケーブルテレビ11チャンネルのデータ放送画面下部にある市川市データ放送でも測定結果を見ることができます。また市が配信しているメール情報サービスを利用して確認する方法もあります。 info@city.ichikawa.chiba.jp にカラメールを送信し、返信されたメールに記載されているアドレスから登録操作を行ってください。メール情報サービスでは緊急情報や地震、津波情報なども配信していますので、ぜひご登録ください。市では放射線量の測定により精度の高い機器を調達する準備も進め、今後も市内の放射線量に関する情報をお伝えしていきます。次回の放送予定です。7月9日からは鬼越2丁目にあるリサイクルプラザをリポートします。どうぞお楽しみに。